今日からは少しずつパエリアの作り方を自己流に学んでいければと思います。今回はスタート編ですので、一番基礎な、パエリアの素を作ってみました。パエリアのスープに冷凍のむきエビを用意して、白ワインを入れた後に玉ねぎを切っていきます。玉ねぎはザクザクとそんなに気にせずに切っていきました。通常より多めの1個を使いました。次にパプリカですけれども、彩りを良くするために赤と黄色を1個ずつ、そのうち半分ずつ使いました。感じです。次にフライパンに油を敷いたんですけども、オリーブオイルにしなかったことを後悔しました。やっぱりニンニクは入れた方がいいということで、ニンニクはみじん切りにして入れていました。この時点でスープの作り方からはかなり逸脱しています。最初にニンニクを入れて油に香り付けをしてみました。次にお米をそのまま入れております。お米を入れて全体に油をなじませました。この時に玉ねぎを入れないことを非常に後悔しております。次にスープを入れました。通常は水が200から 300cc なんですけれども、今回蓋をしないということで少し多めに入れました。水を多めに入れて沸騰するまで煮立たせています。スープのレシピによると、この後に野菜を入れるということなんですけど、玉ねぎはやはり最初に炒めた方がいいのではないかということを、この時に気づいてとても後悔しました。しょうがないので、この段階で玉ねぎとパプリカを入れていきます。次に白ワインを入れて少し臭みを取ろうとしたむきエビを全体的に入れていきます。次にお肉を入れていったんですけれども、少し大きいことに気づいて途中で半分にそれぞれを切って入れていきました。あとはひたすらグツグツ煮ていくだけです。スープを多めに入れたので時間がかかります。本当は蓋をした方がいいということなんですけれども、このように動画を撮りたいがために蓋をしないでスープを多めに入れて煮立たせています。やることがないのでこの間にお風呂に入ったりしておりました。鶏肉に火が通るか少し心配だったので、途中で鶏肉だけ、向きを変えたり場所を移動したりしています。だんだんとスープのいい匂いがしてきました。多分ある程度のところで火を止めれば水分は吸収されてちょうどいい感じになると思ったのですけれども、子供がおこげが欲しいということで結構焼きております。以上、パエリアになりました。今回は初級編ということで、2回目以降徐々にレベルアップしてパエリア職人の道を極めたいと思います。